今夜のネガティブさんのコーナーです。さあ今日もですね、隠れ家にネガティブさんからのお便りが届いております。ご紹介しましょう。まあたまたまではあるんだけど、まあ、もしかしたら僕が今こういう、なんだろう、テンション感というか、まあ、今週メンタルがねちょっとこう落ちていたっていうところもあって、まあ今から紹介するお便りにも、まあ、内容が近いところもあって、なんか無意識的にそれをもしかしたら選んでしまったのかななんて今ねふと思ったんですが、今夜のネガティブさんはこちらです。隠れ家ネームよさまるさんからいただきました。ありがとうございます。管理人さんこんばんは。私は昔から未来のことで不安になってしまい苦しく感じることがあります。周りからは今を頑張ればいいと言われるのですが、どうしても先のことで不安になってしまい暗い未来ばかりが頭から離れません。管理人さんは未来への不安はありますか？これから先のことを明るく考えることができますか？こんな風にいただきました。よさまるさんありがとうございます。ということで今日のタイトルにも書きました、今夜のテーマは未来が不安で今を生きられない、こんなテーマでございます。まあ未来とか将来、まあこれから先のことへの不安つきませんね。まあずっとあります、ずっとあります。お便りの中に、管理人さんは未来への不安ありますか、これから先のことを明るく考えることができますかって書いてくださっているんですが、未来への不安はあります。というか不安しかない、うん、だからこれから先のことを明るく考えるなんていうのはこれっぽっちもないですね。ないです。だからよさまるさんのその未来のことで不安になって苦しくなってしまう感じがものすごくよくわかります。私にはまあ明日になればなんとかなるでしょうとかね、まあ、来月はこんなに楽しそうなことがあるなとか、自分の将来あと5年後10年後どんな風になってるかななんてワクワクしないですよね。うん。で、よさまるさんのお便りにも、まあ、未来のことで不安になってしまってそんなことを考えているならば周りからも今を頑張ればいいじゃないって言われるんですね。それも、まあ、よくわかる。きっと先のことなんて悩んでたってしょうがないんですよ。わかんないんだから、うん、であれば今やらなくちゃいけないこととか今 やりたいこととかね、そういうものに打ち込んでみるっていうのは一つの解決策にはなるかなと思う。そういうふうに考えることはできるんですが、頭と心が寄り添わない、うん、頭では分かってるんだけどっていう、そんな言葉もありますがね、まさにそんな感じで未来への不安ね、すごいたくさんありますよ。うん、よかったら今聞いてくださってるリスナーさんも、あの後ほど紹介するんで、未来への不安そういうものがあったら、もしね、あの書けるようであれば書いてもらえると後でご紹介したいなとは思いますが、まあ私の未来の不安といえばね、まあ漠然としているけれども、なんだろうな、なんだかよくわからない不安
感、そういうのもあるし、なんかすごく現実的なことを言うと、お金の不安とかね、そういうのもあるよ。そんなに大して稼いでるわけではないし、まあ、今は、まあ、困ってはない。困ってはないけど、じゃあ将来に向けて、いろいろ計画的に、まあ、お金をこうどうやりくりしていくか、みたいなことを考える余裕は正直ない。現状は困ってないけど、先のことまで考えるとっていうのはあるよね。そういうお金の心配もあるしさ、あとなんだろうね、自分のことはどちらかというと結構どうでもいい、そんなに長生きしたいっていう欲はないからね、だから自分があと10年後20年後どうなってるか、健康でいられるか元気でいられるかとか、それはねあんまり心配はないけれども、なんかこのままでいいのかなとかね思うよね。なんか前に隠れ家の寝落ちラジオで確かいただいたお便りでね、結構前なんでちょっとうろ覚えというか細かくお話できる気がしないんですが、その方もお仕事だったかな、もともと勤めていたところが確かそれ同僚だか先輩だか上司だか環境があまり良くなくて辞めてしまって、ただその辞めてしまった職場っていうのが待遇がそこそこ良かった。で、今辞めてしまって、で、それを辞めてしまったのは、本当に自分にとって良かったんだろうかって悩んでます。っていうお便りをね、結構前にいただいて紹介したことがあったんですが、その時ね、僕こんなお話をしたんですよ。まあ、これはね、僕も毎日先のことですごく不安になる、まあ、考え方をしてしまうんですが、その中にこれを、まあ、できるだけ取り入れたいなというか考え方としてね、頭の中に入れておきたいなと思っていることの一つに、まあ、何でもいいから楽しみを一つ見つけときましょう。そんな話をしました。1日1個でもいいし、1週間に1個でもいいし、まあそうだね、今の僕で言うとこの隠れ家の配信だよね。これが今毎週やっているから1週間のうちの楽しみの一つと思ってやってるよね。だから今週も相当メンタルやられてたけど、週末には配信があって、こうやってお話をしてリスナーさんが来てくれて、で、まあ、同じ時間を共有して、それは僕にとってはすごく大事な時間だし、楽しい、なんか楽しいっていう言葉の表現とはちょっと違うかもしれないけど、分かりやすく言うと楽しい、まあ、そういう感じだから、これを楽しみに今週はなんとか持ちこたえたっていうところがあるよね。だからそういうふうに、まあ、一個ずつでも何か楽しみを作る、これはすごく大事なことだよね。で、それを楽しみに一日一日こなしていったら、まあ、気がつけば年をとって、そしてまあまあの人生だったなって終われるのかもしれない。そんなことを思ったりもしますけれども。でもね、不安の根本は解消されてないんだよね、それはね。やっぱりね、不安の元が消えない限りは、
きっといつまでも不安なんだろうなって思うしね。で、多分みんな不安なんだよ。何かしら不安は持ってる。でも、まあ前向きに考えられる人はね、まあなんとかなるかっていう精神で前に進めたりもするようですよ。うん。私みたいな人間はなかなかそういうことはできないけれどもね。でもこういう悩みを相談したりするとさ、まあ、先のことなんてわかんないんだから、なるようになるよ、なんとかなるよって言う人いるでしょ。まあそれもね、わからないでもない。わからないでもないけど、なんと無責任な言葉だなって僕はすごく思うんだよね。なんとかなることもあると思う。行き当たりばったりでうまーく超えられることもあると思う。けど、なんとかなるでなんともならないこともあるんだよ。ねえ、すべてがなんとかなるでなんとかなればね、それは苦労しないですよ。でもまあ正直自分の人生を今まで振り返ってきて、いろんな心配事があったけれども、なんとかなったんだよねっていう経験はあるから、先のことを考えてて不安になってもしょうがないから、なんとかなるその精神、それもね、なんか実体験としてあるから、まあわからないでもないけどさ、なんかそうじゃないんだよね。もうそれもなんとなく頭でわかってるんだけど、日々抱えてるこの胸のつっかえというかさ、モヤモヤというか、この消化不良な感じ、これをなんとかしたいんだよ。なんともならないんだよ。それで不安になっちゃうんだよ、ネガティブな人っていうのは。このお便りをもらってから、まあ、いろんなことを考えたんですよ。ね。で、その考えたことの中の一つに、自分はいつから将来のことが不安になったんだろうって思ったんですよ。なんか、自分の子供のことを見てて、まあ毎日喜怒哀楽をあらわにしながら、でも楽しそうにというか、まあ、一生懸命生きてるね。5年後10年後のことなんか何も心配してないんですよ、子供たちは。今日これが楽しかった、今やってるゲームが楽しい、お兄ちゃんになんか嫌なこと言われた、泣いてる、喧嘩してる、でも感情をあらわにしてね、まあ、彼らなりに、彼女らなりに、嬉しかったこと、悲しかったこと、良かったこと、悪かったことっていうのがちゃんとあるんだけども、先への不安はないなっていうのを、子供たちをこうまじまじと見ながらね、思ったんですよ。じゃあ、で、僕も多分小さい時はそうだった。確かにそうだった。じゃあ、いつからこれ、先のこと不安になるようになっちゃったんだろうって思ってさ、考えたのね。そしたらさ、ごめんね、ちょっとなんか喉の調子が悪い。そしたらさ、一個、まあ自分なりの、まあ答えみたいなのが見つかりましたけど、やっぱりね、守ってくれる人がいないっていうのが、この不安を呼んでるのかもしれないって思ったね。なんか守ってくれる人がいないとか、自分が責任を負わなくちゃいけないっていう、
その重さ、きっとその重さに耐えられていないんだと思ったな。だって子供の時なんてさ、まあ親がいてね、もしかしたらそういう環境じゃなかった人もいるかもしれないけど、まあ一般的に、まあ、両親がいたとしましょう。でご飯食べたいって思ってもさ、まあお父さんかお母さんがお仕事に行ってさ、稼いできて誰かがご飯作ってくれて食べて、そして遊んで寝る、そんな生活だから先のことに対してさ不安なんかないわけよ。なんなら明るい未来ばかりを想像しますよ。それがだんだんと自分が社会に出るようになって、いろんな責任を背負うことになって、その重さを初めて知った時に、きっとこの不安というのを覚えるんだろうなって思ったね。僕さっき自分のこれから先の不安事ってなんだろうって話をした時に、まあなんとなく現実的なところを言うとお金かななんていう話をしたわけですけど、これもし僕が一人だったらそんな心配きっとしてないと思うんだよね。やっぱり自分も含め家族をどう養っていくかとか、それこそ子供たちがこれからね、まあ、高校だ大学だとかいう話になってった時に、どれぐらいのお金が必要なんだね、たくさん必要なのは知ってるよ、なんかそんなことを考えてるといよいよ不安になってくる。スーパーに買い物に行ったって何もかもが値上がりし、光熱費も高い、本当に高い、なんでこんなになっちゃったんでしょうっていうぐらい高いのに、もらえるお給料は増えてない。まあよく最近のニュースやワイドショーで聞いたりする、まあ、その通りの生活を私も送ってるわけですが、なんかこう自分一人じゃないんだよね。なんかそうなった時の不安を、不安というか重みを僕はうまく背負いきれてない気がするな。だから不安なんだろうなって思う。うん。でこれが例えば一人の人、いや管理人さん、私はもう今孤独よ、一人よ、でも不安だよっていう人もいると思う。多分そういう人は一人であるがゆえにこれから先どうなっちゃうんだろうっていう不安だと思うんだよね。何かあった時に頼れる人がいない、本当に何かあった時にどうなっちゃうんだろうっていう不安もあると思う。それはお金のこともそうだし、それ以外のこともいろいろあるんじゃないですかね。だからどんな場面にせよ頼れる人がいないというか、守ってくれる人がいなくなったタイミングでこの不安と戦っていかなくちゃいけないんだろうなっていうのを大人になってから気づいたよ。小さい時に知ってればまた違ったのかもしれない。でもさ、なんか未来のことで悩んで苦しんでる子供がいたらさ、それはそれは嫌だよね。それを背負うのは社会に出て荒波に揉まれている大人の宿命なのかもしれない。なんかそんなことは思いましたね。ですから私は未来への不安だらけです。これから先のことも何も明るくないです。子供の頃はね、何でしょう、大きくなったら何になりたいとか夢いっぱいあったね。今ないもんね。
それもあるのかもしれない。きっと夢とか目標とか、なんだろう、野望とか、これから先に成し得たいことがある、そういう人はきっと先の未来は多少明るいんじゃないですか。今暗くても、暗い中の向こうの方にその到達したい場所があって、そこにはちゃんと明かりがついてて、なんとなくその明かりが見えているからまだ頑張れる。夢とかもうなくなってしまうと、明かりすらついてない、もう真っ暗の中を手探りで歩いてるのか、歩いてもないのか、なんかそんな日々を毎日過ごしているような気がするね。だからね、未来のことで不安になってしまうのは、まあしょうがないっす。しょうがない。しょうがないって割り切れないところもあるんだけど、しょうがないって思うしかないよな。僕はそうやってなんとかしている。悩んでてもしょうがない。悩んでてもしょうがないし、悩まなくたって不安だし。でもなんかその不安の原因が自分で分かってるんだったら、例えばお金のことが不安ですっていうのがはっきり分かってるんだったら、それをじゃあ解消するためにはどうしたらいいかって、もし動けるんならね、動いてみるといいんじゃないかなとは思うけど、人間って不思議なものでさ、自分の不安事を解消するために何かで埋め合わせをしたとするでしょ。そうするとまた別な不安事が来るんだよ。あのシステム何なんだろうね。今消したばっかりなのにって思ったりするけど、やっと不安なことなくなった、これでちょっと安心できるわーなんて思うとさ、また別な不安事来るんだよね。なんだろうねあれね。だからやっぱ不安事は永遠の付き合いなのかもしれませんね。本当はね、明日も楽しみだな、そんな風に思ってね、夜眠れればいいんですよ。そんなワクワクした感じでね、ああ今日も一日嫌なこともあった、まあこんないいこともあった、明日はどんな一日になるかななんてね、そんなテンションで眠ってみたいものですよね。はい、未来のことを明るく考える方法があれば知りたい。いや、知りたくはないかな。調べたらいっぱい出てくるんだよ。Google とか、それこそ YouTube で、未来が不安なんて検索してみなさい。いっぱい出てくるから。大体はね、なんとかなるって書いてある。で、なんとかなるの。確かにそう。なんとかなることの方が、ほぼ。でもさ、知りたいのはそこじゃないんだよって僕は思っちゃうけどね。さあ、リスナーの皆さんはなんか不安なこととかあります？毎日不安な気持ちで過ごしてたりしませんか？私はね、まあ毎日不安です。でも毎日不安すぎるがゆえに、その不安な気持ちもちょっと麻痺してるところはあるよね。なんか不安な状態でいる自分にもはや慣れてきてしまってるっていうのはあります。まあ、いいのか悪いのかね、わかりませんけれども、でもそこを上回るぐらいの不安がね、急にやってきたりするからね。だから毎日ね、なんかしらいいことを
あればいいんだけど、そう起こらないからね。あ、だから一つ、もう不安で不安でしょうがないとか、なんかこう嫌なことを考えてる自分をちょっとだけこう手放したい、切り離したい時に、僕がやることというか、皆さんも毎日やってることなんだけれども、おすすめってほどじゃないですけど、まあ一つあって、それがね、美味しいものを食べる。うん、やっぱりね、食事ってすごく大事、大事なんだよ。でやっぱりね、美味しいものを食べている時って人間幸せな気分になるようになってるんだね、あれね。なんせ我々食べないと生きていけないんですよ。この生命を維持できない、なんだ、人間の三大欲求、三が映らない、三大欲求あるでしょ、食欲、睡眠欲、あと性欲、三つある。その三大欲求の一つだからね、食欲。食べるの好きじゃないとか、まあ、そういう人もいると思う。でもね、やっぱり我々人間食べないといけないから、美味しいものを食べた時に美味しいとか、なんかいいことしてるんだぞ今っていう風に体が反応するんだよね、きっとね。だからもうどうしようもないなとかいう時は美味しいものを食べましょう。はい、何でもいいです。皆さんにとって好きなもの食べる。そうするとね、その食べてる時とか食べ終わった後、やっぱお腹いっぱいになった後もね、なんかちょっと満たされた感じあるから、その時にはぁーってこうため息じゃないよ、一息、へぇーはぁー、それでね、ちょっと気持ちが楽になったりするものですよ。うん、だから僕はもしかしたら食にそんなにこだわりはないけど、まあ、僕が自分で料理を作る、家族分の料理を作るタイミングはかなり多いので、自分が食べたいものを作って食べるっていうことで、ギリギリメンタルがもしかしたら保てているのかもしれないね、なんて思っちゃったね。管理人的、不安でどうしようもない時の逃げ道、美味しいものを食べる。ぜひやってみてください。はい。ということで今日はね、隠れ家ネームよさまるさんからお便りいただきまして、未来のことで不安になってしまって苦しく感じることがある、管理人さんは未来への不安があるか、これから先のことを明るく考えることができるか、そんなお便りでしたが、管理人はこれから先のことはなんか明るく考えられたことなんかないです。大人になってからは未来への不安ばかり、苦しい。本音を言えば明るい未来を想像しながら生きていきたいものですよ。でもそれができない、できないですね。なので美味しいものを食べて濁してる、そんな管理人でございました。まあ、同じようにね、しんどいなって思ってる人間がここにいるんで、ここにいるんで、困った時はまた隠れ家に来てください。同じようなやつがここにいるわーって思うだけでもね、多少気持ちは軽くなるかもしれません。今夜のネガティブさんでした。さあ、今夜のネガティブさんのコーナーでは皆様からのネガティブエピソード募集しております。お便りを送っていただいて、お便り採用させていただいた方にはこの、隠れ家ステッカーをプレゼントしております。実はね、まだこの隠れ家ステッカー一度も発送されたことがない。お便りはね、みんな送ってくれるんですが、ちょっと恥ずかしいのかな、まだ
住所が記載されてないお便りがたくさんで、もし欲しいよとか、まあ、書いてもいいよっていう方がいたらですね、書いて送っていただくと送りますんで、ステッカーよかったら送ってみてください。ということで、今夜のネガティブさんでした。